あ、こんばんは。ね、フリーたかちゃんです。今日はね、車のね、修理をね、整備っていうね、インターネットの、出張サービスでね、直してもらえる、ところでね、今日車の、オルタネーター交換っていうね、作業していただきまして、ありがとうございます。で、今日ね、来ていただいたね、整備士のね、お兄さんもかなり優秀な方で、車もね調子よく行けてますのでありがとうございました。でね、ちょっと回答というかね、その整備終わった後に若干ちょっとこういろんな話とかしてまして、でちょっと私がね、その時の回答的なことをちょっと考えたんで、一応ちょっと話したいなと思います。エンジンをね、こう、切った後に、1時間ぐらいね、まだ運転がかかるようにっていう、中で、タイマーっていうね、話がちょっとしたかなと思ったんですけども、あとあとちょっと考えるとね、そのタイマーとかを使うよりかは、コンデンサーね、電気部品のね、コンデンサーっていうのをこう、使うことによってね、通常エンジンかけてこう、今日の話のものをね、運転してる間は、それも運転しながら、で、コンデンサーにもね、蓄電するっていう。で、その後、エンジンを切ったら、車からの電源はオフになって、コンデンサーに、蓄電された電気で、後のね、運転が、2時間とか3時間とかかけることができますんで、そちらの方が、タイマーっていうね、商品を使うよりかは、安定したね、運転時間がかかるんじゃないかなと思います。コンデンサー的には今の時代ではもうほぼ無限に使える蓄電装置になってますんで、充電バッテリーとか充電池よりかは、コンデンサーを使うことによってね、その辺はもう安定して何十年も何百年も一応使えるっていう商品になってますので、そちらの方が安価でいいんじゃないかなと思います。で、また私の方もね、ちょっとこう暇見つけたら、電気部品とかちょっと買いに行って、一旦その電源ね、 USB から入れて、でそれでちょっと1時間ぐらい、使って、USB の電源を切っても、そこのコンデンサーでね、蓄電したエネルギーで、どのぐらい光るのかとかいう、装置をね、一回作ってまた YouTube に上げたいなと思いますんで、また見ていただければ今後のね、参考になるんじゃないかなと思います。で、またなんかね、いろんなこととかあればね、またメールとかね、送ってもらえれば対応していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。以上です。